スクンの市場で売られているクモのフライ。スクンスクンクモのフライはカンボジア料理の一品である。カンボジアのスクンを訪れる観光客の間ではこのクモを油で揚げた料理が名物の一つとなっている。クモはプノンペンなどカンボジアのどこでも食される食材ではあるが、特にスクンでは人気が高い。 スクン北部の村で地面の穴の中で育てられたり、近隣の森林地帯で取られたクモを油で揚げる。こうした習慣がどのようにして始まったかは定かではないが、クメールルージュ支配下にあった時代の食糧難に始まったとする見方もある。ポルポト政権の圧政の下で、カンボジア人は必要に迫られクモ、ネズミ、トカゲなどを食すようになったという。 その後、クモのフライの人気が高まったのは1990年代後半以降のことであった。現在では、森林破壊の影響でクモの生息地が減少し、クモ一匹あたりの価格が高騰している。スクンの市場でクモのフライを販売する女性。野菜を添えたクモのフライ。この料理に用いられるクモはクメール語で、エーピングと呼ばれる、タランチュラの一種で、人の手のひら程度の大きさである。 フライ以外にも上流種に漬け込んだ、雲酒や、炙り焼きなどといった形でも食用される。ある旅行ガイドブックにはこの雲は、食用雲として長年呼ばれてきた、タイゼブラタランチュラという種であると記述されている。このガイドブックには、フライの調理法も紹介されている。それによると、グルタミン酸ナトリウム、砂糖、塩で雲を味付けし、ニンニクを、 香りが立つまで油で揚げた後、ニンニクと共に味付けしたクモを油で揚げる。揚げ上がりの目安は、足が硬直し、腹部の中身が程よくドロドロの状態でなくなるまでだと言う。加熱をすれば、クモの猛毒を抜くこともできる。味は、鶏肉と魚のタラの間を取ったような味とも表現される。人によっては、フライドチキンに似た味をしているとも言う。食感は、 表面がカリカリしていて、中身は柔らかくジューシーなのだという。足には身がほとんどないが、頭部と腹部には柔らかい白い身が含まれているという。しかし腹部には内臓や時には卵や糞まで含まれていることもあり、これを食べることに抵抗を感じる人は少なくない。そのため蜘蛛のフライを嫌う人もいるが、中には珍味と評する人もいる。通に言わせると、 雲はフライにして食べるのが最も美味しいのだという、ありがとうございます。